私たちっていうのはなかなか親の不完全って許せませんよね。親の間違いっていうのは許せません。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日もご視聴ありがとうございます。今日のテーマは、あなたの中にある子どもの部分を大人に入れ替えると、どうも恋や人生はうまくいくようですよっていうお話です。皆さん、その大人のイメージってどんなイメージがありますか？何か子供の時に大人や親っていうのは完璧である、迷いなし、間違いなし、頼れる、自信満々みたいな感じがしませんでしたか？ところが、この動画をご視聴いただいている皆さんは、ほとんど大人ですよね。でも、完全でしょうか？迷いだらけじゃないですか？頼れませんね。自信なかったりしますよね。あなたの大人のイメージっていうのは、基本的に子供の時に作った大人のイメージなんですね。そしてその時、あなたは何もできない子供ですから、お父さんやお母さん、大人ってすごいな。お母さんって料理が作れてすごいな。お洗濯できてよ。パパなんか車運転できてすごいな。今、あなたにとっては当たり前のことですら、子供の目から見たら、すごい完璧のように見えるわけです。そうすると、その裏側に、自分はちっぽけだという思いと、人や大人は完璧だ、だったら完璧な人は不完全な私をもっともっと理解したり愛したりすべき、で、私ができないことがあってもしょうがないよ、だって私は子供で不完全なんだもん、っていう風な世界観を作るわけです。ところがですね、大人になったら分かること、それは今皆さんが理解していることです。大人になっても全然完全になれないよな、間違いばっかりで、なんか頼りないし、自信なんか全然ないし、迷いっぱなしなんだよ。だったら分かるでしょうか？あの時のパパやママも今のあなたと同じだけ不完全だったんですよ。でも、私たちっていうのはなかなか親の不完全って許せませんよね。親の間違いっていうのは許せません。だって親が完璧で完全じゃないと、不完全な私を誰が愛してくれるのよ！だからあなたは完璧になりなさいよ！これって彼にも同じことを言ってませんか？もしあなたが大人の部分を受け入れると、親だけではなく、あなたのパートナー、彼に関してもですよ。そりゃ人間だもん、間違いもすりゃ不完全なこともあるよね。完全じゃないもの。皆さんはよくですね、マザー・テレサは神の子で完璧なのって思います。でも、もしあなたの近所の八百屋のおばちゃんがですよ、いきなりインドに行ってあんな素晴らしいことをしたら、すごいわおばちゃんって褒めてあげたいと思いませんか？でも、神の子なの、当然じゃないの。完璧な親なら当然じゃないの。だって彼は大人なんだから。そうすると、どんどん感謝がなくなると思いませんか？あんなに不完全であったとしても、彼は私のために別荘を尽くしてくれたっていうふうに思える。で、そうすると、そのあなたの態度っていうのは、文句ばっかり言ってたあなたよりも少なくとも愛されやすい態度だと思いませんか？大人っていうものに関しては、子供の時に必ず影響力があった。でも、その影響力があんまり良いものだとは思わなかったとしたら、あなたは影響力を持たないために、だってそんなこと言うてもわからない、もうまだまだ子供だし、なんていうふうに大人を否定してしまいます。そうすると、できなくてもしょうがないよね、だってこんなダメな子供なんだもん、というふうになっちゃう。彼はですね、あなたが不完全であるということを怒ってるんじゃないですよ。やろうと努力してくれないっていうことに関して、そんな価値すら僕にはないのかねって怒られちゃうわけです。もし皆さんがですね、この不完全、それはしょうがないよねって受け入れることができたら、だって
大人っていうのは不完全な子供をサポートしてしょうがないわねって面倒見たり、親の介護、おじいちゃんおばあちゃんの介護をしたり、完璧にできないことをサポートできる、それは優しさとつながるっていうことです。もしあなたが最近プリプリとして私は怒ってばっかり、それは多分あなたがあなたの不完全さを受け入れてない、それは大人である、それは完璧になることだという間違った信念を持っているわけです。人間である限り残念ながら完璧な人間っていうのはおりません。だからこそその不完全さをお互いに援助したりサポートしたりする、まあ私たちはそういうのを相互依存と言いますね。お互いにできないことをサポートする。まあ最後に皆さんに順次のスピリチュアルを一個お見せしましょう。あまりスピリチュアルすぎてドンビがないようにしてくださいよ。いいですか？いいですね。人間にはどんなに頑張っても手の届かない。もしあなたがこれ自分でやろうと思うと脱臼しますよね。ちょっとみぐちゃん刺激書いてなんて言うと簡単に書いてくれます。あなたは怒る代わりに頼むことができるんですよ。みんなあなたを愛してあげたいだったとしたら、あなたはその愛されにくい態度を改めた方がいいというお話です。今日の話役に立ったらまたグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはよろしくお願いいたします。またお会いしましょうね。さようなら。